おはようございます、鈴木です。遊戯公園のね、朝6時半の遊戯公園からお送りしております。なんかちょっと昨日と味を占めてこっち側のアングルの方がいいかなと思って、明るいんですよ、自分の照明がね。で今日もね、日の出です。まさに日の出で、今自転車で登ってくるときめちゃくちゃ寒かった。なんか日の出の瞬間にやっぱ霜が降りたりね、すごい寒くなるじゃないですか。うわ寒いと思っての登ってきたんですけど、もう日が昇ってきてね、眩しいんで、私は今木の陰に隠れて後ろには日が当たってるっていう、そういう状況で撮ってるんでございます。で、今日は何の話かっていうと、今独立のね、独立始めの一歩シリーズをね、もう一度再整理して、小さく商売を始めて独立していこうっていうところの最初に何をやっていくかっていうことで、まあ1にも体力、2に体力みたいなことで、とにかく最初にね、まあ、クリシャっていうか、その通過儀礼としてすごい高熱が出るんで、その高熱を乗り切るために、まあ、自分の中のね、海を出し切ろうっていうようなことが、まあ最初に、まあ、とにかくまあ最初は体力っていうことですよ。でまあ、そこを整えようっていう話で、その次に何かっていうんですけど、商売っていうのが、どういう時に成立するのかっていうか、商売を始めた時っていうのはいつなんだろうっていう、いうことに立ち返って考えた時に、それが一番大事なことなんだと思うんですけど、それはつまり物が売れた時なんじゃないかっていう、いう話をねしていきたいと思います。そんで、まあ何の話かっていうと、まあその話なんですけど、結局自分でなんか物作りして売っていこうとか、サービスを提供して売って商売していこうとかって思って独立して始めましたってなった時に、物を作ってるうちは、商売はまだ始まってないんだと思うんですよ。だから会社作った時でもなく、物を作り始めた時でもなく、物が出来上がった時でもなく、お客さんが買ってくれた時が商売が始まった時なんだと思うんですよ。だから、まあ、もちろんみんないろんなことがあって、アーティストだったり、ドラマーだったり占い師だったり、まあ、いろいろだと思うんですけど、何が一番大事かっていうのは、まあ、商売によっていろいろ、その職業によってね、いろいろ違うと思うんですけど、私は一番何が大事なのかっていうと、やっぱり売った時っていうか、それをお客さんが買ってくれたっていうことが一番大事っていうか、誰かが買ってくれないと実は商売は始まってないってことなんじゃないかなと思って、つまり誰かに買ってもらう、まあそれは売るってことなんですけど、で売るっていうのは自分だけでは売れないわけですよ。買ってもらって初めて売ることができるんで、その売買っていうのが、まあ一つの商売が始まった瞬間なんだと思うんです。でそう思うと、まあ、そこが一番大事だと私は思うわけですよ。で、逆に言えば、売って買ってさえ成立すれば、なんていうんですかね、会社にいるうちからでもいつからでも、つまり物ができてなくても買ったり売ったりすることはできるんですよ。だから準備ができてから買ったり売ったりする、いえそれよりも前に、準備ができる前から売ることもできるっていうことなんですよ。だからとにかく大事なことが売ること、買ってもらうことなんだとしたら、もう何を始めるよりも前に買ってもらった方がいいんじゃないかと思うってことなんですよ。で、その商品や提供するサービスの品質とか、そういうものがなかなか揃わないからって言っていつまでも売らない人、または売ることの優先順位を下げてる人、またはその売ることに対して一生懸命じゃない人って、独立する人に多いんじゃないかと思うっていうか、ちょっとなんかすごい逆、不思議な話ですけど、なんかまあでもその物事は何でも262のパレートの法則が働くと思うと、売ることが大事なんじゃないかと思って、売ることに積極的な人は2割ですね、やっぱり。それはわかる。そして、売ることをの優先度を下げる人、売ることよりも物を作ること、サービスのクオリティを上げることの方が大切だと思ってる人が、やっぱり多くの6割で、やっぱ多いですよね。6割ぐらいの人がそう思ってるんじゃないかな。特にアーティスト系で独立した人ほどそう思うかもしれないですね。クリエイターとか、いいものを作れば誰かが買ってくれる。まあそれもない、それもそうなんだ、そうだし、本質的にはそういうことなんだと思うんですけど、でもその独立したての時に何からするかっていう優先度の中で言ったら、
そのいいものを作ることは2番目なんだと思うんですよね。で262の最後の2割として、まあ、売ることを毛嫌いする人って言いますよね。その売ることっていうのは悪だっていう、まあそれはそれですごく偏った価値観として、なんかそこまで信念を貫くならそれはそれでいいんだと思うんですよ。そのもはや何かを買ったり売ったりするっていう経済行動そのものが人間の本質から外れてるんじゃないかとすら思う人はいると思うんですよ。それはそうなんだと思う。結局経済合理性っていう中で商売っていうものが成り立ってるわけで、それは人間が作った架空の産物だから、自然界の中にもともと何かを売買するっていうものがあったわけじゃないんで、2割ぐらいの人が、売買するっていうのは人間の本質、人間の正しい、生きるべき道から外れたものであるっていう考えを持ってる人がいても全然おかしくない。だからまあいいんじゃないですか。それはそっち側の2割の人はいいんだと思うんですよ。ただ真ん中の6割の人はなんとなく売ることっていうのの優先度を下げているんだと思うんですよ。でも買ってもらわなかったら始まらないわけですよ。だから買ってもらうことが商売のスタートなのに、買ってもらうことを躊躇している人が多すぎると思うんですよ。だから一番おすすめっていうか、これから独立したばっかりっていう人たち今たくさんいて、そしてこれから商売をなんとか大きくしていこうって思ってる、大きくするっていうのはまあ別に今小さい事業っていうのをテーマにやってるんで、そのものすげえ大きくするって必要はないんだけど、必要以上には大きくしないけど、まあでもそれでも自分が食べていける規模ぐらいに大きくしていこうと思ってる時に、一番最初にやるべきことっていうのを私がアドバイスするとしたら、やっぱり最初に売るっていうことだし、できる前に売る、なんなら独立する前に売るってことなんじゃないかなと思うんですよ。売って買ってもらってから作っていくっていうのは全然正しい手順でもあると思うんですよ。それは作り置きして、置いといた料理をランチとして売るわけじゃなくて、注文が入ってからランチを作るとかっていう受注生産も普通なことじゃないですか。それと同じようにテストマーケティングしてみるってことですよ。こんなものを作ったら買ってみてもらえますかっていうのを、個別に案内する、こんなものを作ったら売れそうかなっていうのをホームページに書いてみて、でそれを、宣伝してみる、まあ、ちょっと宣伝についてはそのまた1日別の動画で設けて解説していこうと思ってるんですけど、まあ、とにかく売るためにできることっていうのはいろいろあるわけですよ。まあ、友達にちょっと一報入れてみて、こういうことを始めようと思うんだけど欲しいですかと。でこの時にまあ欲しそうな人に連絡するってことは大事なんだけどね、欲しくない人に連絡してもいやそんなのうまくいかないよとか余計なこと言われるんで、そういう人に連絡しちゃダメなんだけど、自分がお客さんだと思って、もしかしたらこの人が買ってくれるかもしれないっていう人に、こんなものを考えてるんだけど、買いますかっていうことを聞いてみると。でそうするとその人はご祝儀も含めて買ってくれるかもしれないじゃないですか。でお客さんが0か1かっていうのはもう全然違うことで、結局買ってくれる人がいたら商売だけど、買ってくれる人がいなかったら趣味だから、だからそういうことでもう、お客さんが一人見つかる見つからないっていうのは、これからの明暗を分けていく中でものすごい大事なわけですよ。でそれを独立して余裕がない状況の中で始めるのか、それよりももっと独立する前に営業を始めるのかっていうのは全然違うわけですよ。だから安心して、不安なく売れる状態の中でまず声をかけて、誰かに先に買ってもらうっていうことが大事なんじゃないかなと思うわけです。でも自信がないっていうことなのかな、だから声をかけないんですかね。でもそこに心理的ハードルがあるんだよね。だからなんかなるべく、形にしてきっちり整ってから声をかけようと思うんですよ。でもそれがまさに手順が逆なんじゃないかなと思うっていうことで、それがすごく自利品になっていくポイントなんだと思うんですよね。だからそれはよく私なりの言い方で言うとよく出てくることですけど、多分カッコつけなんだと思うんですよ。だからカッコつけすぎてるから、形が整うまで売れないっていう風になっちゃうわけです。だからそこをカッコつけないで、お客さんのニーズはカッコついた何かを買うっていうことじゃなくて、そのサービスによってメリットを受けることが、お客さんが欲してるものだから、それが提供できちゃうんだったらもう、売ってしまうっていうことなんだと思うんです。売ってしまうっていうか、買ってくれるって言ってるんだったら売ってあげた方がいいですよね。でそれは物ができてなくたって先に売ってしまうって、でその時にこんなのは私の求めてるレベルじゃないみたいなことを自分が思っていつまでも売らないで隠しておくっていうのはおかしいですよ。それよりももう買ってくれるんだったら買ってもらって、でそれに応えられるように、頑張って、その納品物の品質を上げていく、納品するサービスの品質を上げていくっていうことなんじゃないかなと思うわけですよ。
だからその自分のセルフイメージとか自分がカッコつけてるその殻との戦いなんじゃないかと思うわけです。でそれよりもお客さんは買いたい、なんか買いたい、買い物って好きじゃないですか。私もそのいろんな人のサービスを受けたり買ったりするのが好きですよ。でむしろそれが自分が好きな人とか自分が応援してる人が買ってほしいって言われて、それがまあその全くいらないものだったらいらないんですけど、それが欲しいなとちょっと悪くないなと思ってるものだったら買いたいから買ってあげたいじゃないですか。だからその買いますよ。だからみんなそう思ってると思いますって。あなたを応援してるみんなはそのサービスを買いたいと思ってるから、売ってあげた方がいいんだと思うんですよ。それをなんか売らないで高値、なんかお高く止まってるなって思うっていうことの方が普通の消費者感覚じゃないかなと思うんですよね。だから物おじせず、物ができてなくても、もうまず売ろうっていうことは大事。売るために何を、するのかっていうことをこれからまた考えていきたいと思います。今日は、ここまででございます。はい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また明日も YouTube でお会いしましょう。